皆さんこんにちは。幅広いジャンルのミュージシャンのサポートメンバーとして活躍されているベーシストの浜岡本さん。2010年のデビューから3年経った2013年頃に2世タレントであることを公表されました。なぜ3年経ってやっと公表したのか。それは浜岡本さんを育てた両親濱田正俊さんと小川夏実さんの教育方針にありました。ということで今回は浜岡本さんのご両親の教育方針と学歴や女性遍歴などもまとめさせていただきました。それではまず浜岡本さんの簡単なプロフィールと経歴を見ていきましょう。芸名浜岡本、本名濱田郁美、生年月日1991年3月12日、身長164センチメートル。浜岡本さんは2008年にインディーズバンドエドバスのサポートベーシストとして下北沢ガレージを中心にライブ活動を行っています。同年夏、高校の同級生らとずっとズレてるず結成し、一度きりのライブをされているのですが、2009年の卒業式のイベントで再度結成されています。ですが同年8月、東京ビッグサイトで開催された10代限定の夏フェス先行ライオット2009にて優勝したら100万円もらえると聞き、再度1回限りで解散する予定で、ずっとズレてるずとしてエントリーしています。惜しくも優勝は逃しましたが、ファイナリストとして出演されています。その場で解散を宣言したずっとズレてるずは同年8月14日に新宿レッドクロスで解散ライブを、11月11日にはファーストアルバム第1週をリリースされています。2010年には2代目ベーシストとして岡本図のセカンドアルバム天図に参加。こちらのアルバム参加にてメジャーデビューをなされています。以降は岡本図 S で活動される一方、2012年には星野源さん、真心ブラザーズ、お父さんの濱田正俊さん、2013年には桃色クローバー Z、リップスライム、2014年にはトータス松本さん、ザ・ボーディーズ、2015年にはヘイ、セイ、ジャンプ、パフィー、八代亜紀さん、みやびさん、2016年には私立恵比寿中学、平井堅さん、京子さんなど幅広いミュージシャンのサポートメンバーとしてレコーディングに参加されています。以上が浜岡本さんの簡単なプロフィールと経歴です。学生の頃からベーシストとして活動している浜岡本さんですが、中学生の頃一日だけ野球部に入部されたことがあるそうです。それでは浜岡本さんの学歴を見ていきたいと思います。浜岡本さんは幼稚園から高校まで和光学園という学校に通っています。両親の濱田正俊さんと小川夏実さんが他校とは一線を画す和光学園の教育方針を気に入り、幼稚園から高校までずっと和光学園で過ごしています。和光学園の校舎は世田谷と町田にあり、数多くの芸能人の子息が通っており、教育方針は個性を伸ばす教育を目指しています。一般的な和をもって尊しとなすを良しとする一般的な学校と違い、個性を伸ばす教育は芸能人にはもってこいの学校ですね。そんな学校で過ごされた浜岡本さん、野球部を辞めた後はジャムセッション研究部に入部しています。ちなみにジャムセッションとは、あらかじめ用意された楽譜やアレンジにとらわれず、バンドメンバーが集って即興的に演奏することです。浜岡本さんがベースを始めたきっかけは、ジャムセッション研究部だけではなく友人の岡本浩輝さんの勧めもあったからとのこと。中学1年生になったお祝いでベースを買ってもらったこともあり、その日から1日も欠かさず練習されたそうです。高校に上がってからは生徒会長をしており、卒業式では答辞も読んだそうです。ベースを極めながらも学業をおろそかにせず過ごしていた。そう考えるとかなり多忙な学生時代だったのではないでしょうか。以上が浜岡本さんの学歴です。浜岡本さんが音楽を始めたきっかけは学生時代の部活などからというのが
なんとなく分かりましたね。ですが、父親の浜田雅俊さんはインタビューなどで、分かんないですよ、勝手にですもん。リズム感を吸収したのは嫁の親父じゃないですか。昔バンドマンみたいなことやっていたらしい。多分その地うち系にはそんなの一切ないので、ちょうど「ヘイヘイヘイ」をやっている時、長男が小学校高学年か中学くらいの時に「ギター買ってくれ」と言われた。まあ A は言うてギターを買ったんですけど、そこからいつベースに変わったかもわからない。あとはずっと中学くらいからやっていたみたい。こっちは何も知らんし、と話しています。将来のことについてなども、少なくともお父さんには全く相談してなかったようで、高校の時もそればっかりずっとやっているから、飯食うてる時に一応聞いとかなあかんなと思って、お前さ音楽で飯食おうと思ってるの？と聞いたら、箸をバーンって置いて、そんなに甘くねえよと言ってまた飯食い始めたから、ああ分かってんやったらええわと語っています。放任主義のようにも見えますが、教育について気をつけていることがあるそうです。それではご両親の教育方針を見ていきましょう。お二人は父と母の両方からは怒らない、ディズニーランドでの特別待遇を断り、親が特別な人という認識を与えないというのを気をつけていたそうです。多くの芸能人2世が親の七光と揶揄されることが多い中、両親は浜岡本さんが自身の実力で生きる力をつけさせる教育していたことがわかります。浜岡本さん自身も自分のキャリアをしっかりつけてからという本人の意思により、2013年まで親が有名人であることを公表していませんでした。小川夏実さん自身も親のお膳立て等を行っていないとコメントしています。以上がご両親の教育方針です。公表する以前でも浜岡本さんは FM ラジオのレギュラーを持ったり、ベースマガジン表紙を飾ったりするなど、バンド活動やベーシストしての実力が相当なものであることがわかります。努力家であり、人間としてもできた方だということがわかりますね。そんな浜岡本さんですが、努力家な面が強いからか年上が好きなのではと噂されています。それでは次に浜岡本さんの彼女と噂になっている方々をご紹介していきます。浜岡本さんの彼女と噂されているのは、ジュディ&マリーのゆきさんと時あさこさん、そして二階堂ふみさんです。上記のお二人との噂があるため、年上が好きなのではと思われていますが、実際はわかりません。ちなみに、ジュディ&マリーのゆきさんは、浜岡本さんが幼い頃から大好きで、ファンレターも送っているそうです。次に、二階堂ふみさんですが、浜岡本さんが二階堂ふみさんにピンクのギタープレゼントしたことで、彼女ではないかと噂されています。お二人の出会いのきっかけは、J、ウェーブの番組、ロックウィズユーテの共演です。それ以降仲良くなったらしく、SNS 上にアップされるツーショット画像が、ファンの間で仲良しすぎる、と噂になっています。また、浜岡本さんと二階堂ふみさんが、深夜のデートをしていた、というような報道がされ、さらに交際しているのでは、と言われ出しました。しかし実際には、その場にはお二人だけでなく、二階堂ふみさんの友人もいたとのこと。そのため、交際の真相は不明です。以上が、浜岡本さんの、彼女と噂になっている方々でした。両親が有名人であることを、ずっと伏せて活動されてきた浜岡本さんですが、2013年には、日本人ベーシストとして初となる、米国フェンダー社とのエンドースメント契約を交わされるなど、実力派ベーシストとして活躍されています。それによりご自身のキャリアに自信をつけられたのか、2世である事実をカミングアウト、もう親の七光とは誰も言えませんね。まだまだ若い浜岡本さんなので、これからがますます楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。